はい、どうもルルシでございます。本日はですね、白猫プロジェクトのガチャを引いていきたいと思います。はい、こちら花咲く竜の島ということで、私は、シオンちゃんが欲しいかな。この絵もすごい素敵ですよね。キャラスキル、ファーウェイ、ファーウェイもかっこいいね。でもシオンちゃんがやっぱり可愛いかな。うん、私はちょっと今回は、シオンちゃんを狙ってこちらのガチャ引いてみたいと思います。で、ジュエルがさっきまで250個だったんですけども、あの回ってね、なんとか、プラス250個集めて500貯めたので22連かな、22連できるのでしていきたいと思います。シオンちゃんが欲しい、かわいい。ちょっとしょんちゃん狙って引きたいと思います。はい、では行きます。間違えてないよね、いいんだよね、はい、ではまず、11連目いきます。はい、ほい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 。初猫のガチャ引くの結構久々かも。ほいほい。お、結構金多いかな、いい感じだな。お、最初金ですね。1、おー、金結構多い、結構多いぞ。はい、はい、1体ぐらい来てくれないかな1体ぐらい。うわー、おー、お、なんか白髪のイケメン。うわー、来ないかー、終わっちゃった。まあでもジェイス一緒にねじれようじゃないかって言った今。え、ネジ職人、なるほど。なんかあれだね、あのなんだっけ、アインシュタインじゃない、なんだっけ、ジェイソン、なんだっけこれ、なんだっけ、ネジが刺さってるお化けじゃなくて妖怪でもない、なんだ、海外の、なんだっけ名前、ジェイソンじゃないよね、アインシュタイン、なんでアインシュタインが出てくるんだろうなんかあれに似てる、なんだっけな、忘れちゃった。でも白髪でかっこいい。はい、いやー、ショーンちゃん来ないね。はい、もう11連いきます。このハーウェイのドラゴンがすごい綺麗なんだよね、私好きなんだよね。はい、22連目いきます。1体はオン、来てほしい。1体はうーん、来い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 。いやー、シオンちゃんめっちゃ可愛いんだよな。来い。おー、金多いけど、どうなんだろう、さっき結構多かったけど。はい、はい、はい、はい。近づいた。わー、わー。いいえ、恐ろしい。なんかこの流れやだ。止めて、誰か止めて。誰か止めて。誰か止めて。わー、ほんとねー。はい、てなわけで、今回22連の結果が、このジェイスのみでございました。いやー、もう一体ぐらい出てほしかったんですけど、まあ仕方ないですね。最近あまり白猫のね、ガチャ運が私良くないので、まあ一体出ただけでもよしとします。この方はね、すごいネジが好きみたいですね。ネジ愛、ネジリツイスト、頭にネジぶっ刺してるもんね、すごいよね。あー、残念だけど、まあ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 、爆死じゃなかったから、よしとします。はい。じゃあ皆さんもね、多分このガチャ引いてる方多いと思うので、ぜひ何が出たか教えてください。はい。では本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。では次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。
私の Twitter、LINE の公式アカウント、LINE ライブのお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。またねー。